院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント法、夜つけるだけで良いスピードホーム矯正法説明会、講師は医学博士の大口博士先生。説明会開催中、詳しくはウェブで。こちらは歯科医院を開業している大口博士の歯の健康チャンネルです。歯の健康以外に化学物質を使わない日頃の家庭療法を皆さんにお伝えしています。今日はあなたのお肌を素敵にする方法をお教えします。家にトマトはありますか？新鮮なトマトは優れたナチュラルスキンチューナーです。それはまた吹き出物や傷を治療するのに役立ちます。あなたの肌を柔らかく滑らかにするためにミキサーやグラインダーで新鮮なトマトをピューレにするんですね。トマトペーストを顔に塗ります。10分間放置してから水で洗い流してください。毎日やってもいいんですか？そうですね、毎日でもいいです。毎日の使用すると開いた毛穴が縮小し、より滑らかで乾くような肌にしてくれるのに役立つんですよ。はい、またトマトペーストを使って吹き出物を治療することもできるんです。はい、それを患部に塗布して1時間放置した後にすすいでください。アロエベラ、アロエベラは滑らかで澄んだ肌を維持するために数多くの美容レシピに使用される素晴らしい天然成分なんですね。はい、どのような効果が期待できるんでしょうか？それはニキビの治療に役立ち、傷を消し、シワやチリメンジワを減らします。はい、アロエベラの葉からゲルを抽出し、週に数回皮膚に塗布します。はい、またはアロエゲラベル1杯、レモン汁2杯、はちみつ小さじ1杯を組み合わせてください。はい、この混合物を顔や首に塗布し、15分から20分後にすすいでください。はい、どのくらいの頻度で使用できますか？はい、それはこのフェイスマスクは週に数回使用できるんです。はい、大口先生ありがとうございました。はい、どうぞ。しましたよ。もしこの内容があなたの役に立ったらいいねしてください。 See you next time. バイバイ。バイバイ。オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、肝臓の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なおこちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で
安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい。